別里ガは、ラトビアのリガダウガバ川東海岸にある、リガ歴史地区の中心地である。別里ガとはラトビア語で、旧市街の意味であり、バルト海の真寺の異名を持つリガの千古の姿を今も、なお残している。19世紀後半に地域が拡大されるまで別里ガは、リガ市そのものだった。かつて、別リガは、ダウガバ下畔に面した場所を除き市内を囲む城壁で、防御されていたが、 城壁が取り壊された時にダウガバ川の水が城壁のあった場所を埋め、現在そこは運河となっている。1980年代別離河の通りは車両通行禁止区域に指定され、住人用の乗り物や配達用乗り物の乗り入れだけが市の特別許可で可能となった。別離河は国際連合教育科学文化機関の世界遺産リストにリガ歴史地区として登録された。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。バルトのパリとも称される別リガを彩るのは有名で、歴史のある建造物である、リガ大聖堂や、聖ペテロ教会などである。他にも外国人商人のために建てられた、集会所である、ブラックヘッドのギルドや、猫の家、リボニア騎士団の大豪邸など別リガには、歴史的建造物が、 数多く存在し、いずれも必見の価値があるものである。ありがとうございます。